革命的暴力は暴力のない平等な社会を作るために行使されるので正しい暴力である。私たちは革命をやってるんだ。革命に命を懸けてるんだ。仲間の名前を言え。知れて。知らないわけないだろ。お前はスパイだ。魔女狩りの論理ですよ。大義名分が与えられると容赦なく暴力を振るうことができる人間っていうのがこんなにたくさんいるって。はい、では高橋由紀のシネマ館配信、今日は久々にリアルインタビューにさせていただいております。そして監督とお話しするのは、お話するのが会うのは1回目ですけども、お話しするのは2回目ということですけども、はい、まずは自己紹介のほどお願いします。はい、ゲバルトの森、彼は早稲田で死んだの監督の、大島春彦と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回のね、君が死んだ後の時も、はい、インタビューのスケジュール組んでたんですけど、はい、もう具合が悪くて急遽電話中継させていただきまして、はい、その時はまあラジオのためだったので、これだけどうかなんですけど、はい、今日、リアルでお会いする、監督さんとお会いするのも、はい、私2年ぶりぐらい、はい、でこの動画を撮るのもリアルで撮るのも3年ぶりぐらいなんですよ、まあはい、1回目今日監督になりましたので、はい、どうしようなら前回お話しさせてもらってたんで、今日はお会いしたかったんで、うん、ありがとうございます。ね、一応どんな作品ですか。今回はですね、うん、またドキュメンタリー映画なんですけども、うん、ミクスチャードキュメンタリーなんですけども、はい、あらすじの方お願いします。はい、あらすじは、はい、1972年11月8日、はい、早稲田大学の文学部キャンパスで、はい、川口大三郎さんという二十歳の青年が、角丸派という震災不当派のリンチを受けて、はい、殺されたんですね。はい、内ゲバに巻き込まれての、殺人、はい、中核派という敵対する党派のスパイと間違えられた川口君は、はい、約8時間のリンチの末に、はい、死にました。はい、その事件を軸に、はい、その後、うん、やっぱり角丸派という党派が、支配する、はい、早稲田大学の、うん、キャンパス、はい、で、それに無抵抗で、うん、日寄ってきた一般学生が、はい、やっぱり俺たちが声を上げなかったから川口が殺されたんだ、うん、ということで声を上げるんですね。はい、それで角丸派追放、はい、角丸派が支配する自治会をリコールとかって、はい、非常に盛り上がるんですよ。うん、で学生大会開いて実際リコールして、うん、学校当局にそれを認めさせよう、はい、ガーンって動いていくんですけど、うん、結局角丸派によるまた暴力が激しくなって襲われて、はい、でその運動が敗北するんです、はい、と同時に、敵対していた中核派、うん、それから社制度解放派っていうのがあるんですけど、はい、それをも巻き込んで、はい、内ゲバがエスカレートしていく、うん、殺し合いがエスカレートしていく、はい、それで結局、その殺し合いが80年代まで続いて、うん、で100人を超える死者が出る、はい、でなおかつ殺人未満ですけれども、はい、身体に障害を負ったり、うん、生きるのが大変になったりした人たちが、はい、それのもう10倍以上1000人以上いるんじゃないかっていう内ゲバの時代に入っているんですね。はい、でそれに入っていくきっかけとなった川口大三郎さんのリンチ殺人事件と、その後の内ゲバ事件2件ですね、はいはい、を描いたのがこの映画です。はい、監督さんがどっちかというとなんか闘争を取る作品、うん、取り扱う題材として多いんですけども、うん、だからそれには、ね、まあ、ポリシーというか、うん、こうなんかこだわりっていうのがこだわりというか、僕は1958年生まれなんですよ、はいはい、で早稲田大学に入るんですけど、はいはい、で1977年入学なんですね、はいはい、だからある意味学生運動も終わってる、はい、逆にその最終章ですね、うん、が
非常に悲惨な結末を迎えている、はい、内毛羽の時代になっている、はいはい、そういう時に大学生になるんですよ、うん、ただ中学校高校時代ぐらいまではやっぱりその革命を目指して戦う先輩たちをかっこいいなって憧れていて、なおかつ共産主義思想、やっぱり、土地の私有制とかおかしいんじゃないか、それから身分の差があるのもおかしいんじゃないかとか、やっぱり共産主義っていいなと中学校の時に思ってたんですよ、すでに。そうですね。それで、1972年の2月が、浅間山荘の銃撃戦なんですね、はいはいはい、でその後連合赤軍による民事殺人が発覚するんですよ、はいはい、でその時僕中学校3年生なんですよ、はいはい、でなんでこうなるのか、って思って、少し1回目でショックを受けるんです、はい、共産主義思想ってなんだろう、日本の学生運動って、どうしてこういうふうな方向に進んでしまってるんだろうって疑問を持ったんですよ。で高校生になる、でも高校生になってもまだ憧れは消えないんです、要するに東大闘争とかで、大学解体とか叫んでた、自己否定とか叫んでた、キャッチフレーズっていうかスローガンが僕の中に残ってたんですよ、それでもう大学行かない、高校卒業してすぐなんか運動をやりながら労働者になろうかとか、そういう考えてたんですね、でも、まあ、結局大学に行ってから考えようっていう甘い考えだけど、なって大学に行くんですけど、でもやっぱりその頃も中学が始まってましたから、だから、ここから大学に入っても、絶対そういう党派から例えばオルグされても、絶対近づかないでこう、絶対そっち方面には行っちゃいけないっていう恐れ、恐怖、怯えがあったんですね、で僕らの世代はその怯えによって政治活動にしらけた、で、しらけ世代って呼ばれた、で、しらけさせたのは先輩たちなんですよ、ああいう学生運動の悲惨な結末を招いてしまったから、で、今回の映画はじゃあなんでそうなったのか、内毛羽ってなんで起こったのか、殺し合いはなんでしたのか、やっぱりそれって誰も明らかにしてない、で、内毛羽の時代をちゃんと語ったり記録として残したりした、本や資料っていうのはほとんどないんですね、その前の先ほど言った連席の事件は、やっぱり犯人が捕まって、それで本を書いたりして、山岳ベースでね、どんなことがあってどういうふうに殺されたのかとか、なぜ殺されたのかとか、やっぱりある程度明らかになって、あるこう集団的記憶になって歴史化はされてるんですよ、みんなの中で、連席って言ったら、あの事件ね、浅間山荘って言ったらあれねって分かるんですよ、でも内毛羽は、もうあの本人たちは当然語りたくない、で、周りも語らない、だって学生運動やった人たちも同世代の人たちも、内毛羽だけは自分たちの同世代の人間がやったこと、だって語りたくないわけですよ、だからやっぱりそこをね、遅れてきた世代としては、ちゃんと描いておきたいと思ってたんですけど、やっぱり証言してくれないわけですから、どうしても映画にはならないと思ってました、でそこで飛田剛さんの「フラワーズで死んだ」っていう本が出て、それを読んで、それで内毛羽 の激しくなるきっかけとなった川口君の事件のことが詳細に書かれていて、なんかその後かくまれて一般学生が戦って、敗れた、敗北した、挫折したっていう物語もちゃんと描かれていて、あ、これをこうベースに、内毛羽の時代にどう入っていったのかっていうことが描けるんじゃないかなと思ってますね、なので、まあ、今回は断片劇になりましたけれども、やっぱりそういう意味で言うと純粋に証言だけを集めたドキュメンタリーだと、内毛羽ってどんなことで、リンチってどんなふうにやられて、どういうふうに死んだのか、ということは分からないから、やっぱりこれはドラマを入れて、でそのドラマが作られていく過程をドキュメンタリーにして、でなおかつ証言もドキュメンタリー、だからその、ドラマ、それからメイキングドキュメンタリー、ドラマのね、それから証言のドキュメンタリー、その3つが合わさったドキュメンタリー、ということで、これはこの映画の宣伝をしてくれる人が名付けたんですけど、ミクスチャードキュメンタリーっていう言い方を今はしてますね、今回はそれが、まあ大概はそう思ってるんですけど、その
ケルトン、新しいドキュメンタリー映画の形というか、ええ、はい、まあ、ちょっとその再現ドラマ的なを入れる作品は今までも多少はありましたけども、はいはい、今回はその、こう再現ではまたちょっと違う、ね、うん、あの意味合いですよね、うん、あの、まあ、どこまでが本当に 100% 真実に使えるのかというのは分かりませんけど、うん、あのいきなりその短編、はい、まあ冒頭はちょっと違うところを書いてみますけど、はいはい、短編を 見せられて、はい、結局そこはさっきおっしゃったように、うん、語りで片付けるんでもなしに、うん、文字で片付けるんでもなし、うん、表現でも片付けるんでもなしに、うん、我々こう見てる方としては、うん、まずその出来事っていうのを埋め込まれるっていう感じがあって、はい、でそこはもうそれで終わりかなと思ったんですけど、はい、ただその演劇パート、短編パートを使いながら、うん、ね、いろんな障害が進んでいったりとか、はいはいはい、また何べんもちょっと同じシーンを見せられるんですけども、はい、その間に証言があるから、うん、その一番初め見た感覚と違う、うん、だからそれが最後までこう続いていって、うん、なんか違う、うん、こう一緒のシーンを見てるんですけども、うん、だんだんこっちも考え方が変わってくるっていうような、あ、そこまで読み取っていただいた展開でしたね。展開でしたね。で、その中でちょっと少し、まあ、映画の面白みとして、うん、またその演劇してるメイキングを入れてるっていうのが、はい、あのちょっと余分なのかどうかわからん部分で、うん、なんかちょうど入ってて、なんかあのどうですかね、その現実ではやっぱ測りきれないっていうところを、うん、なんかあのメイキングを、ね、拝見したときに思いましたね。だからやっぱり演技は演技やけど、はい、事実はこうなんだよ、こう違うんだよっていうところが、うんうんうん、あれでなんかすごく表現されてたと思います。やっぱり最初に短編劇、はいはい、映画の冒頭で見せるっていうのは最初から決めてたんです、はいはい、っていうのは、あれによって、うん、あれを見ることによって観客は、うん、やっぱり1972年にタイムトリップするんですよ。うん、でポーンって飛ばされて、はい、なんだろうな、これ、うん、こんなことあったの、うん、と思いながら見て、それでまた現実に戻るわけですよ。うん、現在にね、2024年に戻ってきて、それでまた飛んで、また戻ってっていうことを繰り返しながら、はい、だん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 1972年に起きた、出来事に、うん、が全体像が分かってくるっていう、はいはい、そういう構造なんですけど、ね。私自身この出来事っては知らなかったので、うん、まあ、ドキュメンタリー大体どんなことを教えてもらってるんですけども、はいはい、まあ、なるほどなって言いながら見て、で、まあ、こういうことがあったなっていうのも分かったし、うんうん、で、まあ、その丸か×かっていうのがはっきり最終的には結論は出てないと思うんですけども、はいはい、でもまあなんとなくどうですか、ちょっと気が休まる終わり方っていうか、はい、でちょっとホッとしたとこもありながら、うん、その監督のメッセージで、うん、その今の若者に継ぐっていうところも、うん、結局この過去の出来事ですけど、うん、やはり今現状でも、うん、起こってるようなこともありますよね。うんうんうん、今、うん、内ゲバ、内部ゲバルトなんですけど、うん、そういう暴力性っていうのは、はいはい、いつの時代の誰にでもありますよ。はい、で特に若い頃っていうのは、はい、それを自分でコントロールできない、うんうん、逆に自分が正しい、自分はこれをやるんだと思うと、うん、どんな手なんていうのかな、うん、でも使っているっていうような暴力性はありますからね、うん、無知による暴力性もあるし、知力による暴力性もあると思うんですけど、でもなんか、それは昔のことではなくて、うん、今自分たちの中にもあるんだっていう、特に日本の場合、内ゲバの殺し合いって、はい、やっぱり日本特有の、ことだったんですね、うん、ある意味ね。でそれはやっぱり鴻上さんと芝居を作る時にちょっと喋ってたんですけど、うん、やっぱり大きくなる、成長する、うん、思春期からね、成長する過程で自分はどう生きるのか、自分は何者なのか、いろいろ悩みますよね。その中で人間は自我を作っていって、自分のアイデンティティを確立してくるんだと思うんですけど、でもやっぱりそれがしづらい、学校教育なんかも含めて、うん、で鴻上さんはそのことを集団だって言ってるんです、うん、集団の我、はい、日本人は自我を育てられなくて集団になりたがる、で集団がで動く、
だから集団の一員にならないとなかなか不安で動けない、はい、そういう、 こう人格形成をしてくる、うん、社会なんだと、うん、でそれがこの時代は大学生になって学生運動をやっている、でヘルメットかぶって戦っている、で自分探しをしていた、うん、自分は何者かになりたいと思っている人たちが学生運動に没入していく、うん、それと例えば今回メイキングで若い役者さんが当時の学生演じるわけですけど、うんうん、彼らは役者になりたいわけです、うん、若い時のエネルギーを役者に向かってこう使っているわけですね、はい、でもそのエネルギーが目の前にある対象が学生運動だったら、うん、彼らだって学生運動に入っている。で僕もやっぱりさっき言ったように、中高校生ぐらいの時は、はい、大学生になったら運動をやるんだ、うん、で多分やるだろうな、はい、思ってたわけです。ヘルメットかぶろうって。でも内側があったから怯えちゃってそれにはならなかったんだ、うん、でその後その怯えがずっと一生続くんですよ、うん、要するに組織を怖がる、うん、組織に入れない、ええ、だから会社にも入らなかったし、うん、ええ、その後仕事をするのも組織を作らなかった、うん、だから映画を作るのも一応チーム組むじゃないですか、はい、一度組んで解体するわけ、はい、で次は次のプロジェクトで組むっていう、はい、要するに俺たちはっていう組織を作らなくて、うん、やっぱり俺は俺はできてきたんで、うん、なんかこの映画を作らせたのも自分のそういう10代で感じた人間に対する怯えですね、うん、人間ってこうなっちゃうんだっていうことを一番見せつけられた出来事が内側だったんですよ、うん、でもだから全体的にはコロナでもそのやっぱり怯えっていうのがちょっとあるかもしれませんね、うん、全体的に、ええええ、今お聞きしたら今見たのを思い出すと、うんうん、なんかこう全体的が生きてるけど、うん、なんか怯えがありますね。自分の怯えを解消したかったんです、はい、要するに解き放したかった、はい、でそれで一体何だったんだろうっていうことがある程度分かって、はい、あとはやっぱりその時代の内側に巻き込まれた人の証言をちゃんと聞くのは今回僕初めてですから、はい、その人たちの証言を聞くことで、はい、あ本当はそうだったのか。それで例えば内側の周辺にいて被害者だったけれども核丸派や、はい、中核派とみなされていた人たちとも付き合いがありますから、はい、その人たち普通の人なんですよ、うん、別に異常で怖い人じゃないんですよ、うんうん、でそのことが分かるだけでも自分の怯えは解消されるんです、ええ、いやもうね、いろんな人が歌舞伎さんがもう方も証言されるし、うん、逆側もね、自分でもういろんな人もね、ええ、意見が今聞けるんで、ええ、あれそれはすごいなと思って、ええ、感じでね、まあ、今だけだから言えるという話もあります ね、 ですね。であとは、うん、でもやっぱり例えば実際に、はい、内側に関わった人とかにもアプローチしたんですけど、うん、やっぱり彼らは証言してくれませんでしたね、はい、まだ飾れない、うん、なんでこんな映画作るんだって怒られるくらい、うん、でもまあその辺も、まあ、ニュアンスはねちょっと作品の中にもね、ちょっと入ってたりするので、それは劇場を見ていただきたいと思いますけど、私は我々残ったのは、まあ、殴ることの意味であったりとか、うんうん、暴力は自衛だとかね、うん、なんか我々理解できそうで怖いなっていうところもあったし、うんうん、まあ、その辺をなんかいろいろ今回まあ暴力的なことも考えましたし、うん、でも根本的にはやっぱり生きるっていうのがね、やっぱりテーマにはね、あとはやっぱり映画の中でも、うん、はい、内側で殺された死者、何のために殺されたのか、うん、やっぱり非常に無意味な発射なんじゃないかっていう、はい、言葉が出てきますけれども、はい、内側っていう時代にそのものがね封印されて、うん、時代に失わされてしまったら、はい、死者たちも失わされちゃうんですよ。で彼らは無意味な死者のまま失わされちゃうんですよね、はい、それはおかしいんじゃないか、はい、やっぱり彼らを意味のある名前のある死者にしてなぜ死んだのかということも明らかにして、はい、内側の時代というものが全体を明らかにして、はい、そうしないとやっぱり死者たちは報われない、はい、であともう一つこの映画の場合で、まあ、言いたかったっていうのか、うん、レクイエムをちゃんとやってあげたかったんですよ、はいはい、でそれは鴻上さんも音楽を作ってくれた大友良英さんも、はいはい、3人とも同じ思いでしたね、はい、っていうのは僕ら3人とも1958年生まれで遅れてきた世代なんですけども、はい、下からこう見上げていた、はい、こう学生運動をやった人たちの世界が、うん、ガラガラガラッと崩れたんですよ、内側によって、
あれは一体何だったの、うん、でその時にやっぱりこれだけの人が死んでいる、はい、でその死者たちをちゃんと弔ってないんです、はい、どの党派も、うん、俺たちはやったんだ、はい、革命のために殺したんだ、はい、でお互いの正義を主張するだけなんです、はい、だからそれじゃあいくらなんでも憎しみの連鎖は終わらない、恐怖は終わらない、だから恐怖怯えをね終わらせるためにはちゃんと鎮魂しなきゃいけない、しますよね、いろんな意味でちょっとこみつけの完結編みたいな感じで感じれるんでね、森山監督と多分この映画の上映時間も喋りそうなんですもうキリがなので、でも多分皆さん多分見たらそれだけ、うん、もうこの上映時間ぐらいは語れるかなと思いますので、そうなってまあいろんなことをね、そうですね、あやかや言いながら、まあ、自分自身もって、まあ、考えをいろいろ考えたらいいかなと、ねちゃんとタイムトリップできる映画ですから、だから内容的にもちゃんと考えるテーマになってますし、映画的にもね、面白いので、ね、新しいドキュメンタリー映画の形なんで、それも体験、ね、してほしいと思います。はい、はい、もう本当にもっと話したいもう上映時間中で喋りそうなので、はい、またぜひこの後は皆様作品を見ていただいて、はいはい、あと何回また、ね、監督の方に連絡してもらって、はい、語り合っていただきたいと思います、はい。何度も言ってください。はい、はい、本日はこの感じで話ができました、はいはい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。